優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを紡ぐのかお選びの方、聖戦が始まってしまうのですね。あなたは負けることはない、私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。2つのアテナ・エクスクラメーションの激突により、処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールド・セイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前で、かつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き、死を選ぶのだった。一方、ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリー、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた短剣だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。ふん、何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが
が全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇くらえ。コスモが燃えている限り、俺はその程度。ファイト。お前のような奴は絶対に許さない。何を。お前たちに伝えねばならぬことがある。いい加減に頭を冷やせ。うるさい。お前から聞くことなんて何もない。何のよく待て。沙織さんを。この後に及んでも泣き言とアテナのセイントの地に落ちた。お前の怒り、苦しみ、悲しみはこの程度。なんと小さいことよ。なんだと。裏切り者にこんなことを言われる筋合いはない。かつてはゴールドペイントの頂点に立った。私の力を見せてやろう。見るがいい、強行の力を。少しは受けてやろうと思った。そろそろいいだろう。何のエガサローリングスク警護ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。コスモが消えそうだ。よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、すべてのことを教えてやる。そして、教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んで、ハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと？シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ？たとえ死しても、アテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ、足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスが蘇る時には人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折
ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの12球に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン、俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ、本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前にお前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ。これは、そうだ、アテナの血によってよみがえった。それこそまさしく最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった、必ず。頼むぞ、若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう、できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何、すぐまた会える。そうだな、243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこに待ち受けていたのはスペクターたちの統括者である謎の女パンドラと、最強のスペクターである冥界三巨頭の一人ラダマンティスだった。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント、よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたものに。まあ日の出までに取ってこねば、ハーデス様にいただいた束の間の命も朝日と共に消え失せてゆく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。
だがお前たちは大事なことを忘れていない。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。一つだけ答えよ、アテナは。死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎぬ。死んだ人間が行くところは死の国へと決まっていろ。あ、まさかアテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て、全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るよう、スペクター全員に伝えよ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追ってここまで来たものの、彼らは一体どこへ行ってしまったんだろう。あなたたちは。我が師カミユ、シュラ、サガ。お前たちには先輩として、ゴールドセイントとして何も残してやることができなかった。だがせめて。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントが言ったことを。前たちは言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜ、スペクター。怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ、自己の力を大量に失ってしまうのだ。お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントのアイオリア、見ろ、ムーですら手も足も出ず、先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって。分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴き、アテナの印をあげてこねばならんのだ。待て、逃がすな。一人で深追いするな、セイヨ。俺たちも行くぞ。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは。このコスモは我が体温ある老子ライブラの同行。ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだぞ。しかしそれではセイヤは。残念だがこのまま死んだかもしれん。しかし聖夜がもしも落ちていく途中で荒屋敷エイト戦士に目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイト戦士。それではアテナは無論のこと、釈迦もそのエイト戦士を発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうじゃ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナも釈迦も戦いを放棄したのではないといった意味がこれでようやく分かったぞ。
お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならぬ。つまりエイトセンシズに目覚めねばならぬ。それができるか。お言葉ですが老師、できてもできなくてももはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命を果たさなければならないのです。そうだよ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め生きて冥界までたどり着いたはずだよ。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよエイトセンシズ。